エスカンビア軍はアメリカ合衆国アラバマ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は38,319人であり、2000年の38,440人から0.3%減少した。軍庁所在地はブリュートン市であり、同軍で人口最大の都市はアットモア市である。エスカンビア軍の南側協会は、 フロリダ州のエスカンビア軍と接している。エスカンビア軍となった地域に住んでいたインディアン部族は、クリーク族、直東族、アラバマ族などであり、長く狩猟と農耕の生活を続けていた。クリーク族と直東族は、アメリカ合衆国南東部にあって、ヨーロッパ系アメリカ人開拓者が西に向けて入ってくるにつれ、生き残りのために、 ヨーロッパ文明をいくらか取り入れたので、文明化後部族に数えられているうちの2部族である。これら部族員の大半は、1830年代にミシシッピ側の西にあるインディアン巡州へ、アメリカ軍により強制移住させられた。エスカンビア軍は、南北戦争後のレコンストラクション時代である1868年12月10日に、設立された。領域は、 西のボールドウィーン軍と北のカネッカー軍の一部を合わせて作られた。この地域は海岸平原に属し、19世紀にはプランテーションとして開発されていた。エスカンビアという名称はクリーク族の言葉で綺麗な水を意味するシャンビア、あるいは直島族の言葉で塔の茂みか足の茂みを意味する言葉から取られたとされている。隣接するフロリダ州にもエスカンビア軍があり、これは フロリダ州では最古の軍である。1979年9月のハリケーン・フレデリックと2004年9月のハリケーン・アイバンの被害を受け、災害被災地域の宣言を受けた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は952.95 95平方マイルであり、このうち陸地947.38平方マイル。 水域は5.57平方マイルで、水域率は0.58%である。エスカンビア軍はフロリダ州のエスカンビア軍と接している。このように2つの州の同盟の軍が互いに接している。例はアメリカ合衆国に11組ある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アラバマ州共生省のホルマン共生施設が軍内南西部。 アットモアシの北9マイルの未編入領域にある。ここには男性死刑囚が収容されており、処刑室もある。さらにファウンテン共生施設もアットモアシの北約7マイルにある。ありがとうございます。